どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、デッキ紹介っていうか一人ネタデッキ選手権をね開幕していきたいなと、思っておりまして、先日ですねディスコードのメンバーが4000人を突破しまして、4000人記念でエンタメデッキルームで遊ぼうっていう企画をやりましてね、シャイニング松坂の兄貴とかも遊びに来てくれたんですが、そこで使った最強の天才デッキをねお披露目していきます。今日は天才です。これはもう、もう紛れもない天才デッキ。どういうデッキかこれ分かんないでしょ。何が起きるか分からなくないですか。このなんかパッと見デッキ、これね盤面にゴキブリが6体並びます。6匹タイっていうか匹か6匹、ゴキブリが並ぶデッキです。はい天才です。私は天才です。どういう風な場面なのかっていうと、この、超装甲兵器ロボブラックアイアン G っていうモンスターがいて、で自分の墓地に昆虫族モンスターの同盟モンスターが3体以上存在する場合、そのうちの任意の数だけを対象にして装備できますよと、で特殊召ができるよっていうところは持ってるんですよ。でこれ要するに、G 戦隊シャインブラックっていう、この要はスーパー戦隊ものの、このヒーローがいるんですけど、ヒーローが操縦するロボットなんですよこれは。でロボットに、ゴキボールを装備して、でロボットの横に、戦隊のスーパー戦隊を2匹並べると、ゴキブリゴキブリゴキブリロボットゴキボールゴキボールゴキボールっていう盤面になるんですよね。おう今日はその盤面を作っていきます。で墓地に落とす方法として、高等儀式術とか、光の霊道とかっていうカードを採用しているという、で儀式できるためにコズミックと儀式の使い手を採用しているっていう、そういうデッキでございます。早速ゴキブリ6体並ぶ圧巻の様子をお見舞いしていくぜ。ドゥスタンバイ。さあ今回の対戦はねルーム戦で遊んでる時の様子なんでね、そちらをちょっと、ご理解いただければなと思います。プロレス的なことするかなと、成果得られていく、プロレスみたいなことするかなと思うんですけども、ちょっとご容赦いただきたい。こうかな、霊道も先持ってきておいた方がいいね。で、さあ終了。これネタレキ選手権でやりたかったね最近ちょっとまたネタレキ選手権までやってないんで、ちょっとやろうかなと思っていた矢先なんですが、エンタメデッキで遊ぼうぜっていうシャイニング兄貴からの要望がありましたね。それで開催してるんですけども、ディスコード4000人突破記念っていうのはね、1回の霊道の方がそう、リチュアチェインを選択肢、デッキに何入ってんだよ、デッキに何入ってんだよこいつっていうね。封印の温存室の効果によって、こいつかブラックアイアン G かな、ブラックアイアン G 先やっといて投げるか、なんだろうこれ、セットモンスターを殴ってあげた方がいいんで、あ、パラサイトフュージョンなんか、なるほど、融合してくるやつか。で、ターン終了していく。皆さん、ここはあれですよ、火星ですよ。ここは火星です。火星。テラをね、テラをフォーミングしていきましょう。なるほど。では、光の霊道の効果を使いまして、リチュアチェインを選択し、こいつ送っちゃっていいか。ゴキボール2枚口頭で送るから、シャインブラックで引いちゃってるからな、ゴキボール。シャインブラックでいいか。じゃあ、後で、死者転生で蘇らせればいいんで、持ってくればいいんで、で、これ殴るじゃん、殴って、これもパラサイトフュージョン、OK。で、ターン終了。コズミックサイクロンを自分のレイドに打つことできるんで、多分大丈夫だと思う。もう役目終了したらレイドはもう、それはありがたい、逆に。それはありがたい。で、ブラックアイアン G。超スーパーロボが来て、でブラックアイアンチーが来たことによってコズミックサイクロンをここで発動し、コズミックサイクロンの効果によってここを除外して強化させて、なるほどね、なんか融合したいでいくか、はいはい了解。皆さんに今からねすごい盤面をね見せて差し上げますよ。で儀式の使い手の効果を発動、私はゴキボールをデッキに戻し、儀式魔法カードを手札に加える、そして
高等技術の効果発動。高等技術の効果によってゴキボールとゴキボールの魂を墓地に埋葬し現れる最強の決死モンスター、ジャベリンビートル。誰やねん、お前誰やねんお前誰やねん。ジャベリンビートルを選択し、ゴキボールを墓地に送って、これは準備が整った。あとはあのこのモンスター2体をどかすだけだ。このモンスターをどかすだけ。このモンスターをあとはどかせばいいから、ですね、いやもう2枚、あと2枚なんだよ、あと2枚いるから、サンダークラッシュ先ちょっと除外しといて、で2ターン後、2ターン後だね。でバトルしていこう。でこれでぶん殴っていく、これでぶん殴っていく、でターン終了していく。 OK なんだよ、なんなんだよこのデッキ。ブランチ来た、やばいカード来た。これだから融合デッキだね、相手はね。あーいいね、いいね、いいじゃん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 。オッケー。ってことは、まあ、封印の黄金室して、で、思い出のブランコを除外して、次の2ターン後だ。2ターン後、2ターン後来るぞ。2ターン後みんなこれ来るぞ。もう出せるんだけどな。もう、あの、超走行兵器ロボ、ブラックアイアン G は出せるんだけどな。出せるんだけど。で、これで、サンダークラッシュが来る。サンダークラッシュ来た。で、コズミックサイクロン、まあとりあえずいいや、ターン終了して、で次のトップ何かによるけど、まあ、強化蘇生が来る。でこれ逆にね、まあ、これあの除去してくれてもいいんだよね、このフィールドのモンスターを。このフィールドモンスターをなんかひたすらに除去してくれても別にいいよ、全く問題はない。次のターン俺は史上最強の盤面を作るから。アドバンスしようか。ああ、なるほど、ブローバックドラゴン。ああなるほどね。あ、ガトリングドラゴンが出すのかなこれ、もしかしたら。フュージョリンスとドーチャラで、えい、あーなるほど、オッケー。でそれはコインが決まらなかったから破壊できなかったが、モンスターは1体になっていく。でコズミックサイクロン来た。で思い出のブランクも来た。オッケー、間違えんな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 。まずはコズミックサイクロンでバックをしっかりと除去していく。これがなんだ、あ、ネオスフィジョンか、なるほど。でサンダークラッシュで、お前邪魔だ、ジャベリンビートルも邪魔、どけそこ、どけそして死者転生の効果を発動。死者転生によってコズミックサイクロンを墓地に送り、墓地に存在する G 戦隊シャインブラックを回収。そして思い出のブランコの効果を発動。墓地の通常モンスター1体を特殊召喚。そして通常召喚 G 戦隊シャインブラック。そして手札より超走行兵器ロボブラックアイアン G の効果発動。墓地のゴキボールを3体このモンスターに装備することができる。いけースクショタイムだぞ、みんなこれスクショタイムだ。ゴキブリ6体いるぞ、やばい。これ超走行兵器ロボブラックアイアン G の効果発動、ゴキボールをぶん投げててめえのモンスターを破壊していくバトル、テラフォーミングだ。天才できすぎ。さあお相手の方、あ、インセクターハガさんじゃないですか。まああのどちらかというと彼のデッキですからね、これは彼のデッキであるべきカードですからね。ちょっと儀式の使い手覚えないから、このメガネ、この変態メガネがさ、儀式の使い手が青虫、気持ち悪い、キャタピラ、気持ち悪いモンスターを食ってんじゃねえよお前、誰だよ、何デッキだよこれ。リチュアチェインを召喚、リチュアチェインの効果発動。あ、オッケーオッケー、まあちょっと何も成果得られないが、成果は得られないが、まあこうしておいて、まあ一応どっちもいいか、一応冷凍か、一応まあブラカヤ人いるしね、もうこうじゃない、これでリチュアチェインのそのデッキトップをなんか操作するってのは強いよね。デッキトップを操作できるってのは強い。ああキャタピラーでいやお前もゴキブリ使いかーい、お前もゴキブリ使いやないかーい。ほんと誰やねんモンスターめっちゃ出るやん、このルームエンタメルーム最高だわ、エンタメルーム最高だわ。で光の霊道発動をしていいかな、まあ、とりあえず機械のレードをセットして、コズ
ってコズ打って、いや一回発動してからか、発動してからコズ打てばいいんだ。光の冷凍効果発動して、でさっきリチュアチェイン選択して、通常モンスター一体墓地送っといて、ほんでコズミックぶち込んで、コズミックぶち込んで、で自分で自分のカード除外して1000ポイントダメージ受けて、でスキル発動いきます。さあ覚悟はいいですか。魔法カードお手札に加えます。高等儀式四つの、ああれ、あそうか、儀式モンスターいないのか、儀式モンスターない、やべミスった、あやべ、バトンで投げるか、やべ儀式モンスターがいねえ、ちょミスった。レズランスインセクトの効果でどんだけロボット出てくんだよ、ロボット出てきすぎだろ、ロボットきすぎ問題で何、あー回避されるのか、なるほど、回収されていく、うまい、それはうまいぜ。さらにセット、なるほど、ドルコズミックサイクロン、あーなるほど、コズミックサイクロンはちょっと今じゃないんだよな、ちょっと儀式モンスターどうにかしてサーチしないと、ただリチュアチェインを出してしまうとあれなんだよな、バカ埋まっちゃうんだわ今度は。なんだっけ、ジャベリンビートルとリチュアチェイン、リチュアチェインっていうなんか意味わかんない場面になっちゃうから、それがしたいんじゃないんだよね俺。だからまあこのリチュアチェインが死んだらやってもいい、これは。でさらに封印の黄金室、さらなる封印の黄金室を使って何を除外されていくか、あ死者転生、なるほど、死者転生きた、死者転生が来た、やべ、先出しされたんだけど、先に出された、やばい、死ぬ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 、やばいやばい、死ぬ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 、強い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 、ブラックアイアンジーでダーンってなる、ダーンってなる、強い強い、最強だ、一体何匹ゴピック、あ強い、オッケー、ナイスナイス、高等技術の効果を発動、これはゴキブリとゴキブリの魂を埋葬し、いけ最強のダレアレンモンスター、お前ダレアレンモンスター第1位、ジャベリンビートルを儀式召喚、そして墓地に同盟モンスターが、同盟の昆虫とかモンスターが3体存在する場合、このモンスターを手でやり、そのモンスターを装備し特殊召喚できる、あらあれよ、超走方向兵器ラボブラックアイアン G、 ブラックアイアン G の効果発動、ゴキボールを相手の画面にぶん投げてさあ来いよインセクターアガサイよ、来いや、ソーラーエクスチェンジ、なるほど強い、ソーラーエクスチェンジ、やべキャタピラ落ちた、キャタピラ落ちたやんけ、死者転生きた、あキャタピラ、あキャタピラ3枚目だ、キャタピラが3枚目だ、まずい、これはまずい何回出てくんだよ、ゴキブリ何匹いんだよ、何匹ゴキブリいんだよこの盤面、なるほど1体装備、あなるほどね、1体装備でブラックアイアン G ので、あーなるほど、これ1ターンに1回しかね特殊召喚できないんですよね、あのブラックアイアン G ってこれ1ターンに一度の制限いる、一応いるか、でもあのあれか、何体も特殊召喚してなんか効果何回も使うみたいなことできちゃうから、あれか、一応1ターンに一度の制限はいるんか、こうしてで、ターン終了していく。やばいぞ、やばいぞ。列車転生来たぞ。やばいぞ、これは。何体来るんだよ。やべえだろ。どうなってんだよ、このゲーム。あ、またゴキブリ回収していく。しっかりとゴキブリを回収して、ブラックアイアン G の効果発動。何体ゴキブリ出てくるんで、どんだけゴキブリ出すんだよ。あーなるほど、これもう一回行くんから、じゃもう一回分かったそういうことね、そういうことね、オッケー、そういうことね、オッケーオッケーオッケー、いいよ。で、コスミックサイクロンでモンスターカードだけ持ってきて、ではちょっとどうでもいいや、ターン終了するわ。で次の盤面が俺は予想できてる、そういうことね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 、ハハハやべえだろ、なんだよこの盤面、気持ち悪すぎだろ、どうなってんだよこれ、どんなゲームだよこ
これどんなゲームで、神ゲーすぎだわ。